キャプテン翼キャプテン翼の登場人物、三崎太郎三崎太郎は、高橋洋一の漫画、キャプテン翼に登場する架空のサッカー選手。血液型は AB 型。渋谷公園に設置されている三崎太郎のブロンズ像。ポジションは MF。大空翼の名優であり、通称、フィールドのアーティスト。出生地は不詳であり、画家である父親、一郎と、 全国各地を転々とする生活をしていた。そのため、所属チームも転々としており、どのようなタイプの選手とでもすぐにコンビプレイができる、抜群の適応能力を持っている。翼に匹敵するほどの実力の持ち主であり、小学6年の対抗戦の日に南区図に転校してきて以来、翼と共にゴールデンコンビと呼ばれ、偶然ながらツインシュートも放っている。 南屈賞以前には、名和 FC やフラノ賞に所属経験があり、日向を小次郎と呼び、松山を呼び捨てにする間柄である。他人を思いやる優しい性格で、小学生時代には離婚した父親を気遣い、母親のことは父親の前では話さず、自分にはもったいない息子と父親に言わしめた。天真爛漫な翼と比較して大人びた面を見せている。その一方で、 試合での少年場などでは、激しい気象を見せることもある。主な、背番号は11番。フル代表、ジュビロ等では、3プラス8の背番号を使用している。山里小学校主本小学校千葉県、九十九里 FC 埼玉県、名和小学校、名和 FC 北海道、富良野小サッカー部大阪府、南場 SC 静岡県、南区図小学校、 南くず SC 宮城県、西方小学校フランス日本人学校南くず、中学校南くず高校ジュビロ岩田、小学生編、ジュニアユース編、ワールドユース編、ロード22002ゴールデン -23 ライジング3、劇場版名称はすべて作中の実況によるフレーズより、ーでは南く高校のキャプテンとして二度の全国制覇を果たす。翼参加前の全日本では、 キャプテンとして親善試合を戦った。また、サンパウロとの対戦において、初めて翼と対戦した。3でフランスに渡り、4では翼の所属するサンパウロと、V では松山の所属するマンチェスターと対戦した。基本能力は高いが、浮き玉以外の必殺シュートを持っていない。南クズ高校シャンゼリゼマルセイユパリ。ありがとうございます。